皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラマキーです。では、本日は、妖怪ウォッチ、ワウンやっていきましょう。あ、そう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 。さっき思い、やろうとしてたことやらんとな。まずな。どこやったっけ？あ、この下か。うん、待つ。あれ？あれって。どこだ？なくね？なくねってなってる。だいぶ。え？あれって。あった、ここ。この、ここら辺に、なんか。ああ。釣り竿とか、あった気するのは、気のせいかな。おっす。うん。虫を上手にちゃうな。わかってないな、言われてもな。はは。うん。はは。粗末の腕は見て若い。へえ。いや、そうじゃなくて、あ、なんかいる。うん。うん。それこで強い虫を捕まえに行ったんだけど、虫取りって難しくて全然ダメなんだよ。見て、虫取り上手そうだよな。もし手が空いてたら手伝ってくれないかな。なんとかしよう。ああ。いや、助かるよ。ちなみに欲しいのはカブトムシさ。昆虫の王様って呼ばれるくらいだし、絶対強いはずなんだよな。それを一匹捕まえてきてほしいんだ。よろしく頼むよ。あ、そうそう。君はレアな生き物って知ってる？名前の後ろに、ハテナがつく生き物は相当レアらしいんだよ。いや、ハテナちゃん。星マーク。私はまだ見たことないんだけどね。もしそういうのを見つけても、受け取れないから気をつけて。え、なんでって？だってレアだよ。珍しいんだよ。それをもらっちゃうのはさすがに悪いからね。まあそういうことだから、普通のカブトムシで頼むよ。ほぉ。カブトムシですか？持ってないですね。捕まえに行きましょう。うん。捕まえに行こう。見てしまったものはやるしかない。うん。見てしまったものはやるしかないでしょう。というね。ことですね。おっと、あ、いた！ノガッパー、てめえ！あっ！マジで？あ、じゃあバカー！えいっ！もうくりばっかー！わい、エスガッパっていうねー。なんちゅうか、わい、今、指名手配されてるみたいだな。それが、エセ関西弁を使う罪、ちゅう、やつらしいんやけどな。エセ関西弁な、笑えるやろまあ、関西に住んだことないんやけどな。ほら、さいなら、いや、おい。いや、おいって。カブトムシというとさ、その、上の方やんね。上の方って言うけど、大森山の中よね。多分。おっと？何もいないんかーい。おっと？いやー、カブトムシいない。カブトムシ入れやすぎやろ。やば。お、捕まえるでは、くっともなく。じゃ、きついきつい。今のはちょっときつい。捕まえれたと思うやん。見れ、後ろ。いや、これよかった。いや。いないなぁ。やばいなぁ。よいしょ、そこ。ナイス、オッケー。ふん。見てるよ、どっか行った。ごまだらかんちゅうの方がレア度高いから。レア度というか、なんというか。いや、ここ妖怪か。妖怪はいらん。あー。マジでか。よいしょ、あかん！微妙に逃げられていく。全員に逃げられていくスタイル。なんかありそうじゃない？この中かな？もしかして。いや、いらんねって、お前。
妖怪はいらねえって言ってる。マジで。なんか見つけてもらった。どうですかこいつ。そんな感じじゃない。あ、そうだね。これこいつ大きさというか。ちょっと待って。カブトムシいるぞ。カブトムシいるぞ。待って待って。ビビン。よし。カブトムシがいない。やばい。見張り人形とか売り買いいいけどさ。カブトムシどこやねほんま。おっとこれはなんだこれじゃねはいよしオッケーこれなんだノコギリクワガタクワガタいやちょっとおいいってなるわクワガタかーいそれっぽいやつ、な、あれ？違うわ。そう！なんかクワガタやった。クワガタちゃうんよな、ほんま。マジかよってなる。なんか違うとこ行ってね。ありがてえ。いや、今、コロナ禍は関係ないな。な、初めて来たけども。どこここってなってたわ。え、何ここってなってた、だいぶ。ちゃーちゃーちゃー。いいじゃんじゃん、2個も。今は無理だ。カブトムシちょっと今無理だ。ってなったんで。だいぶ探してね。結局のところね。いなかったんで、昼は。クワガタは取ったんやけどね。クワガタはね。それ以外、ちょっと、カブトムシはちょっと厳しいかなと思ったから、また夜にできるようになってから来よう。そうしよう。なので、一度戻りまーす。確かバッグが、なんか出てくるよな、確かな。夜にできるようになる頃に。だいたいバクやもん。バクやからな。じゃあ、ふみちゃんに会いに行こう。今、ストーリーを進めていこう。危ない。ピンポーン。よし。カブトムシは今は無理だったよしどこだいた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 会いに来たねふみちゃんあドラゴン TK 君ふみちゃん元気がないね何かあったのさっき友達と喧嘩しちゃって思ってること全部言っちゃって相手を怒らせちゃったのはああんなこと言うつもりなかったのにそうだったんだね大変だねきっとまだ河川敷にいるはずだから、これから謝りに行こうと思うの。約束してたのにごめんね、ドラゴン TK 君。大丈夫だよ。仲直りできるといいね。ブーンっていう、なんか、妖怪の何か出てきたりして。いや、暴露バーだとか。ふみちゃんが落ち込むなんて珍しいな。なんとか力になってあげたいけど。これは妖怪の仕業かもしれませんね。妖怪かふみちゃんたちを喧嘩させたってこと、そうです。私の妖怪執事としての本能がそう告げているのです。よーしその理屈はよくわからないけど、ふみちゃんを助けてあげなきゃ。ウィス。それなら河川敷に行って妖怪を探してみるのです。ウィス。原因を調べよう。河川敷に行くんよね。そういや河川敷とかまだ行ってなかったな、と思い出したけど。こちら側ですよね。なんかいるな。お、なんかアイテムある。取り手になるやん。サンドウィッチ。あざっす。なんかあるっぽい。あ、ダウジングスターじゃね。
ちゃうわ、じゃ、道路攻撃したった。なんかまだある？あ、なんもない、なんもないね。何もないんかーい。妖怪はどうだっていいんだよ、今は。どっちみち、ランクいいやし。おっと。梅おにぎり。ちょっときついかな、こういう下に落ちてるやつをあげるのはな。心もとないなって思う。お、いたいた。なんだか気まずいな。思ってるけど全部言っちゃうなんてどうしたんだろう。自分でもわからない。あの時だけいつもの自分と違って勝手に口が開いてしまったの。どうも様子がおかしいようですね。アドルモンティケ君、真ん中のベンチにいる学生を見てください。あの様子は妖怪に取り憑かれていますね。この近くに妖怪がいるのかもしれません。この辺りに隠れている妖怪を妖怪連中で探してみましょう。いた。バーバーンやろ。いるんやろきっと。ほら、暴露場がいた。そんな気してた、すごい。すごい、そんな気してたよ。あ、もしかしてこの妖怪がふみちゃんの喧嘩の原因？間違いありません。この妖怪は暴露場、取り憑かれてもらう思っていることを全て暴露してしまうのです。そっか、だからふみちゃんを隠し事ができなくなって。気をつけて、気をつけてください、ドラゴン TK 君。では、次はドラゴン TK 君を狙っているようですよ。ベベー、お前のことを暴露してやろうかね。あ、わ、わ、わ、はあ、まためんどくさい妖怪が出てきちゃった。ただでさえウィスボにつきまとわれてこっちは困ってるんだからさ。早くふみちゃんを仲直りさせてあげて、仲直りさせてあげて、家に帰ってゲームでもしたいよ。ぬな、ひどいですよ、ドローディングゆく。ベベー、いい暴露ができた、お前。マクロバーはドラゴンティケ君が気に入ったと言っています。それって友達になってくれるってこと？ダメーン。なんだ、いやマジでそんな感じでいいの？メダルくれんの？マジで？マクロバーベベーン、ベベーン。なんか好きな。マクロバー月岡。うん、マクロバーね、クロバ。クロバでいいんじゃねえんだな。バクロバーの真ん中のやつだよ。クロバ。うん。クローバーでもいいけどね。いや、なんか違うかなって思って、クロバでいいかなって。うん、思ったんだが。クローバーやったらさ、四つ葉のクローバーとかあったりするからさ。バクロバーってそんな感じじゃないやんって。だから黒羽でいいかなと思ったのね。俺はね。黒羽。うん。バクロバを黒羽と呼ぶことにした。バクロバの黒羽。うん。いいんじゃね？もじるの好きよ。そこに行く。妖怪メダル手に入れていく。おっと、また一つ解かれていく。妖怪大辞典に送られていく。みちゃんが喧嘩してるのはバクロバーのせいなんだからね。じゃあ、じゃあ中でできるように手伝ってよ。ババーン、任せんじゃい。任せんじゃいってか。ふみちゃん、あ、ドラゴン TK 君、もしかして心配してきてくれたの？うん、うん、きちんと仲直りできそう。それが謝りたいんだけど、なんだか気まずくって。あの時みたいに思ったままに、言葉にできたらいいのに。ね、バクロバ、さっきみたいにふみちゃんに取り付ける？ダメーン、任せにちゃい。さとちゃん、さっきは本当にごめんなさい。
あんなにひどいこと言っちゃったけど、ずっとあなたと友達でいたいの。私こそごめんね、カッとなっちゃって。よかったよかった。一件落着。ナイスです。うちに仲直りできたようですね。あ、素晴らしいかな、友情。まあ、その上に取り付いていたね。上の、高校生カップルかな。取り付いていた。コラはなんか仲違いしてそうやん。しなくもないけどね。雨降って地固まるとはよく言ったものです。ばばーん。元はでよ、バクロバーのせいなんじゃ。でも仲直りできてよかった。雨降って地固まった。どうやらバクロバーは力が有り余ってるようですね。ばばーん、夜力が満ち溢れておるわい。言われてみれば、街に満ちる勇気が強くなっているような。ばばーん、怪しい男を見たわい。なるほど。小学校の方から歩いてきたサラリーマンが、結界がどうのと呟いていたと。それから妖力がみなぎってきて、取り付かずにはいられなかったのですね。バーベン、そうそうみたいな、ね。ビビッと行きましたよ。ドラゴン TK 君。バクロバーの力が強くなったのはきっとその結界が関係しているに違いありません。それは知っているサラリーマン。怪しいことを転べないですよ。彼は郵便局へ向かったようです。行ってみましょう。待って、もう夕方だよ。そろそろ家に帰らなきゃ。おっと、そうでしたね。ご両親に心配をかけるのはいけません。こっちの針が夜になったら必ず家に帰ることにしましょう。怪しいサラリーマン気になりますが、明日改めて探すことにしましょう。うん。高校生カップル、仲違いしたまんまやったんですけど。もう知らないんだからみたいな。もうどうでもいいよみたいなことを思って、グレリリンに疲れて、グレていくっていうね、ことが、何かねんかな、思った。した。すごい。ゆっくり眠れましたか、ドラゴン TK 君。うん。外はあいにくの雨のようですが、休んでる場合ではありませんよ。行きますよ。すぐにそこバクロバーに行っていた怪しいサラリーマンを探しに行きましょう。新しいサラリーマンって何やねん。新卒者かってね。なるよね。妖怪ウォッチで時間を確認できるようになった。へぇ。そうなんや。まあ、今はちょっと、ストーリー進めていって、頼み事クエストとかね、あればやっていく感じでいいんちゃうかなと思うが、あるかな？なければいいんだが、釣り竿とかもまだまだね、取れないんで、しょうがないんよね。